はようございます。土曜日ですね。ひなくり当日でございます。そんな在宅で社会人オタの土日を見せてあげたいなと思います。それではレッツゴー。そしてただいまの時刻が11時過ぎですね。今日はモロッコ対クロアチアがあるんでそれ見ます。はい、ということでもう寒すぎてねめちゃめちゃモコモコ家で来てんねんけど、ただいまの時刻がもうすぐで夜中12時ですね。サッカーの3位決定戦、モロッコ対クロアチア、何やかんやねサッカー割り値してる時は見てるんで、まあそれ見ながらね、ちょっとお仕事ね、シュート作成があるのでシュート作成しながらサッカー見ようかなと思います。おもてなし会かが、開催決定いたしました。4期生会が2月の11、12、土日と幕張イベントホールで開催されて、日向の祭が4月の1日、2日と、なんとハマスタです。横浜スタジアムです。野球場です。キャパ3万ちょいです。行きたいけどね、4月1日、2日とやばない。もう社会人殺しやし、新入生入学式ある学生の皆さん殺し、まあ、新年度最初殺し、誰が休み取れます？入学式は休み絶対取れへんしね、学校。入学式もやし、新年度一番最初入社式とかある人もどうするよ？いけます？ね。って感じですか。いや、とりあえずね、ひなたん祭おめでとうございます。4期生おめでとうございます。ひなくりね、まあ一日の今日終わったんですけど、明日もね、僕はね、仕事でこの時間ぐらいに帰ってくるんで、いけないですけど、まあちょっととりあえずね、僕はサッカー見ながら、仕事したいなと思います。サッカー見終わりました。お疲れ様んさー。延長です。まさかの。今が2時15分。眠い。アルゼンチン逆転。フランス追いついた。エンバペ。ハットトリック。3-3です。うわ。アルゼンチン2、フランス1。うわ。こんだけいい試合して、ね、最後 PK、残酷やけどすごいよね。おー！アルゼンチン！